はい、皆さんこんにちは。島村楽器の片塩です。今日はですね、アイリグビデオクリエイターバンドルとアイリグビデオクリエイター HD バンドルのご紹介していきたいと思います。2種類ありまして、アイリグビデオクリエイターバンドルの方はアイリグマイクラボ、ラベリアマイク、アイクリップグリッププロ、6インチの LED ライトがついてます。これがビデオクリエイターバンドル。ビデオクリエイター HD バンドルの方はアイリグマイクの HD2 とスタンド、同じくこのアイクリップグリッププロ、ライトが先ほどのバンドルと違ってもっと大きくなります。10インチの LED リングになります。で、その他にこのシャッターボタンもついてきます。これは基本的にはライブストリーミングのアプリで使うんではなくて、 iPhone のカメラのシャッターの時に使います。ではですね、早速アイリグビデオクリエイターバンドルの方をちょっと接続していきたいと思います。こちらのビデオクリエイターバンドルはマイクがこのラベリアマイクですので、私が持っているのは iPhone の XR なのでライトニング接続しかありません。ですので、この変換プラグですね、 Apple 純正のプラグをまずここに接続して、この 3.5mm のミニピンをライトニングに変換すると、そしてから iPhone の方に挿します。そうするとマイクが使えるようになって、もし自分の声とか、BGM とかヘッドホン使いたい場合はここにイヤホンの端子がありますんで、これを接続していただければ聞くこともできます。これをこのクリップにつなぐんですけども、これも、ひねって長くすると最大ここまで長くなります。これひねって閉じるんですけど、はい、なのでお好みの長さに合わせてもらって、で高さを調整したら、今度はこのクリップですね、ここに iPhone を挟みます。これ引っ張って伸ばすタイプですね。で下をはめて上で接続ですね。こんな感じですね。で、iPhone 起動して、今日は、カメラアプリで撮りたいと思いますので、カメラを起動します。で、角度もこちらで変えれますので、で、このラベリアを、まあ、こういうところに挟んで、で、録画していくんですけど、このリングライト自体の電源は USB で給電するんですけど、まあ、パソコンにつないでもらってもいいですし、モバイルバッテリーにつないでも光らせれます。今日は、パソコンにつなぎます。ここに電源マークがあるんで入れると明るくなりますよと。でこれも明るさ変えれます。最大から暗くなるまでですね。この明かりの色は3種類あります。白いものからちょっと温かみのある暖色系ですね。暖色系とはどっちも光らせるという色ですね。この青目、暖色系、白の3色あります。これも全て光の強さを変えることができますんで、これで最大ですね。全部最大3色あります。それは場所に合わせるんですけど、まあリングライトの一番の持ち味っていうのは、瞳の中にリングを作ることができるので、濃い目にできるというか、なんか可愛い目にできる。私の場合だと可愛い目っていうのはちょっとおかしいんですけど、目の中にリングを作ることができるんで、それちょっと iPhone で撮ってみたいと思います。これでリングを入れるとですね、こんな感じになります。目にリング、目が光ってる感じですね。これの色を変えて、多分この色ですね、この色が一番白いリングができると。はい、近づけば見えますかね。目の中にリングができますよと。はい、これが6インチですね。6インチのリングなんですけど、次にですね、10インチのリング、こちらですね、10インチのリングにしてみたいと思います。 HD バンドルの方はアイリグマイク HD2 がついてまして、これは付属のケーブルがすでにライトニングになってますので、iPhone の方に挿してすぐ使うことが可能です。ボリュームとかヘッドホンのボリュームもこちらについております。でこちらもiPhone の方でビデオを撮ってみたいと思いますが、リングが大きくなっています。こちらもですね、スイッチ入れるとこんな感じですね。これも色が、3色あります。濃い白いやつと暖色系と、あとどっちも光る普通の白ですね、がありますので、これも白にしてみると
どうでしょうか、目の中にリングが映ってると思いますが、はい、これで撮影することが可能です。どちらもですね、やっぱりこのリングライトがやっぱり重要というか、その部屋によって明るさがちょっと暗すぎたりするとやっぱり発色が悪くなりますし、多くのクリエイターの人の、カメラのですね、この見てもらってカメラの向こう側にはだいたい照明がありますので、これ iPhone で撮る場合もこの照明っていうのは非常に重要なますので、このバンドル、アイリグビデオクリエイターバンドルですね、こっちもアイリグビデオクリエイター HD バンドルを買うだけで、ヘッドホン以外ですね、ヘッドホン以外を全て手に入れることができますし、まあ、他のクリエイターの人とちょっと差をつけることができると思いますので、導入してみてはいかがでしょうか。ということで、今日はアイリグのビデオクリエイターバンドルとアイリグビデオクリエイター HD バンドルのご紹介でした。